デスマスクとの死闘。第4の級巨海級へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこでそれはカニザ・キャンサーのゴールドセインとデスマスクの上皇の悪行を知りながらも力こそが全てと割り切り、あえて従順死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震えるし、この巨海級に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺し、その霊が成仏できずにこの巨海級を永遠に漂っているの、わかるか小僧。俺がデスマスクと呼ばれるのもそ、そんなものが強さの勲章になどなるものか。無抵抗な人を殺して得た勲章にセイントの名にかけて、この紫龍全力を込め。いいだろう紫龍、お前とは五老法での因縁、今日こそあの絵のトンネルとでも言うべき石式を通って地獄くらえ、石式冥界。なんだこれは、うわラウンドワンファイト。目が見えない。そういうだ、俺は一体どこへ飛ばされたんだ。ここは石式なのか。勇士よ、これから貴様を確実に死の国へ叩き下ろしてやる。この世も敵やったからな。そういうだ。なんだあの遠くに見える人影は。あの石の人はもしかして強度なのか。向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしている場所は地の国、行ってしまったら二度と戻れません。この声死ねえ、そうじゃない死ねえ、死ねえ、何だロザン勇士長、いかせっとロザン昇竜だ。ラウンド2ファイト。ロザン勇士長、ロザン勇士長、しかしどうすればここから脱出できるのか。耳を澄ますのです。死ぬ、あなたを救おうとする者の声に。紫龍、紫龍、神様、どうか紫龍をお守りください。どうか紫龍、これを昇竜のことなんだ。この鬱陶しい日は何か祈りのようだ。これ式のことで、優勝。まだだ、まだ高みを目指せる。神様、どうか紫龍をお守りください。
誰かが死竜の魂を石室から呼び戻している。これはご老婆。鬱陶しい気を飛ばしているのはあの娘か。失せろ小娘。あの小娘、感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世。デスマスクよ、ここまで相手を、もはやお前に対してひとかけらの情け容赦も持たん。何バカな、シルからゴールドセイントをもし、今や俺の地位一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜なぜなら俺が究極のクロス。セイントは正義を守るべき存在のはず。なんで、どうしてこのような男にゴールド。バカな、キャンサーのゴールド。おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身。しかし、いくら登場の余地もない男とはいえ、そんな。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力の。様を舐めるな。ラウンド1ファイト。逃がさん、バカめ、そうだな。そういうの倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺の話は確かに、そうだな。そういうの、ゴールドセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイントから、たとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの息まで高められるはずだ。この死の国で石式という大砲を食らい続けると、おそらく魂は複雑になり、見知らぬ次元に飛散し、未来永劫を現世に転生することもあるまい。そんなに止めろ昇竜のごとき。ボザン昇竜、お命も S やその冥界波を食らうものか。お前も知っているはずだぞデスマス。エイトに同じ技は何度も通用しないと。突き出せた罠は、こちらの家の落とし穴、二度と蘇生することができないと言った。今度はお前も落ちる番だ。お前の魂を引き裂いてやる。巨大勝利炎王ラウンド2ファイト。巨大勝利炎王ロザン昇竜派。死ねえ、死ねえ。ロザン昇竜派。なんだ、死竜の竜が浮かび上がった。まだよい、強大なコスモ。俺の竜の血がお前を倒すために沸騰しているのだ。死ねえ、燃えろ昇竜の炎。そうはいかん、死ねえ。そうはいかん、逃がさん。この死竜が究極まで高めたコスモ、逃がさん。これ竜よ、巨大昇竜派。やったー、石室メルカイ派。ロザン竜飛翔。そうはいかん、燃えろ昇竜の言葉。ボザン昇竜、命燃え尽きようとも。
ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格は。まだだ、まだ高みを目指せる。倒したことでやっと成仏できたのか。は、誰か俺のコスモに。もしや老子、無事なのですか。よかった老子。あ、シリュー、君まさか目が見える。見える。そういえば以前老子に聞いたことが、生命の源であるコスモを最大限まで高め。シリー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まった。ありがとうシュン。さあ急ごう。うん。